間に合わせたんですか。間に合わせたと思います。やっぱりその漫画を描く中でネームというのは一番難しいところなんですか。もうほとんどそれで決まると言ってもいいと思いますけど、やっぱり漫画のその骨になる部分なんで、もうそこがダメだったらどんなに絵を頑張ってもダメでしょうね、きっと。なぜネーム作りを喫茶店で やるんですか。弱いじゃないですか人は。自分の家とか事務所とかではやっぱりその自分のスペースなので楽しちゃうじゃないですか。でもう喫茶店とか入ってここで、まあ、2時間なら2時間何ページ絶対やるぞって決めてそこに追い込んでやらないとやんないんで。そうです、受験生のファミリーレストランみたいな。あ、そうですね。はい。もう決まってるんですか、こういくつか行く。行く店は大体決まってますね。何軒か違うところに行ってらっしゃったんですけど、はい、いやもうそれは何軒も十何軒とかあるんですけど、それをローテーションして、でやっぱりその店によってやっぱりこう4番打者と1番バッターとか、そのまずはここに行ってちょっとスタートして、そんで本当に大事なとこを作るときとかできねえなっていうときはあのエースの店に行こうみたいな感じ。でもまたエースをちょっと対応しすぎてエースがエースでなくなっちゃってきてるんで、また新しいエースを探さないといけないんですけど。さて今日はネーム作りに使う道具を、はいはい、一式持ってきていただいたと聞いてるんですが、はいはいはい、このようなもの。あ、このパッケージを持って出かけるわけですね、はい、そうですね。見せていただいてもよろしいですか、はいはい、これはもう貴重なものですよ。ファンにとってみたらもうね、もうこれまだ2009、これまでがなんかちょっとかっこいいく見えますね。す、じゃあ見せていただきます。おー、あら本当にシンプルに。それはまだ書いてある方ですね。あ、そうなんですか。もっと全然もう字しかないような時とかもありますし。お、あ、ここはちょっと漫画らしくなっています。ちゃんと書いてありますね、これは。これとかも全部やめたみたいにこの下のところはそうですね、書いてたり、あ、もう余計なものを入れちゃったっていうことだと思うんですけど、消しゴムで消さないんですか。喫茶店でやってるんで消しゴムやるとカス出るじゃないですか、はい、それはマナー上悪いだろうと思ってそういう理由なんだ。まあ面倒くさいじゃないですか。例えばここで話がしたいって言ってますね、はいはい、この時に顔の表情とか質感みたいなものも思い浮かんでるわけですか。それは絶対浮かんでます。なるほど。これで思い出せるそうですよね。でももう頭の中にはもう、はい、かなり鮮明にあるわけですね。ありますあります。その場面の重さとかなんか、あ、それはそのためにやってるようなもんなんで。なるほど、はい、読み方のリズムだったりとか、あとシーンの重さとか表情感情の重さとか軽さとか、なんかそういうものをすごくここに残しておきたいからやってんだ。その時ってもうありとあらゆることを同時に考えてる感じなんですか。そのキャラクターだとかストーリーだとか。その漫画で、まあ、僕にとってはですけど、そのストーリーはあんまりまあ、どうでもいいっちゃあれですけど、あんまり興味がないんですね、そのストーリー展開とかには。それはその、まあ、どう転んでいってもそのキャラクターたちにとってこう必然っていうか自然っていうか、そういうものであればドラマになるっていうか、キャラクターさえ人間がちゃんと描けていれば、それがどう何をしようが何もしまいがそのドラマになると思うんですね。だからその結果的にストーリーになったっていうような、そういう作り方してます。そして、はい、今日は、はい、原稿も。あ、原稿、はい、よろしいですか。これ、あ、いいですよ、大丈夫ですか、はい、VTR の中で、はい、出てきた祈りたくなると武蔵が言う顔、はい、これが実際に仕上がったもの。そうです。合格はしたけれどもっていうような、はい、こう慶応勝ちではなくて判定勝ちみたいな感じですね何が難しかったんですか。完全にその自分の中、自分っていうものがそのなんか空っぽじゃないんですけど、そのなんか
余計な雑念っていうかノイズみたいなものがこう心の中にあるとこう 100% その感情っていうのにこうつながれないっていうかちょっとあって、その結果あの必要以上にかっこいい顔になっちゃったっていう。あ、かっこいいすぎてダメなんですね。そうですね。あのこれは武蔵が捉えられて、はい、獄中のシーンだと思うんですけど、はいはい、こういうなんかゆっくりと振り返るシーンと、はい、それから本当に戦闘で霊魂学びを争うような緊迫した場面ってやっぱり表情の描き方って違うものですか。違いますね。あのなんだろう、漫画に向かう姿勢がちょっと違うような気がする、はあ、なんかゆったりしてる時ってやっぱりあの自分もゆったりしてるし、あの70人切ってる時みたいなのは本当になんかもう自分もなんか泥だらけみたいな感じですね。もう自分もヘトヘトになってる。そうですね。基本的に書かれた線はもう修正されないってことなんですが、はいはい、うまく書ける時と書けない時って何が違うと思われますか。あの心のありようだと思います。なんか静かな心の中が静かな感じの時は割とすんなり書けるんですけど、静かじゃない時は苦労しますね。孤高の漫画家井上雄彦。徹夜で締め切りを守りきったこの日の深夜、これまで自らの支えとしてきたことをカメラの前で初めて明かした。その絵を褒められたっていうことが嬉しくて、それが